こちら車が地下に沈んでいる様子から分かる通り、車を車庫に入れた後で地下に収納できるタイプの駐車場となっております。これの便利な点は車1台分のスペースで2台駐車ができるっていうことです。土地が狭い家なんかにはありがたいですよね。高さも計算しておいて、これ作ってる途中で誰も気づかなかったんでしょうかね。なんかもう車が突っ込んでいる風のオブジェみたいですよね。最近はコロナの感染予防のため使われることがほとんどなくなってしまった手を洗った後で乾燥してくれるやつ、あれ便利だったんですけどね。どこでも気軽に使えていた時代がもはや懐かしいですよね。めっちゃ臭そう。これさ、熱風が便器にかかって一気に匂いが充満するでしょう。なんでこれをここに取り付けたんだよ。これならもう手ブラブラして自然乾燥させるわ。こちら複数人で使えるテーブルなんですが、左右の高さが違うことから大人用と子供用に分かれているんだと思います。じゃあ真ん中の人はどうなってるのかっていうと、いやどうせっちゅうの、何もかもが右側の人に転がっていくわ。まあこれ右利きの人はまだなんとかなりそうだけど、左利きの人がここに座ったら地獄じゃない？こちら壁を新しく張り替えた部屋なんですが、大事なとこ忘れてる。なんかもう可愛く見えてくる。まあこれは後からカッターでも切れるんでまだ間に合いますけど、でもこれよく見るとコンセントの穴の部分だけに穴を開けているのを見る限り、このまま使わせる気満々ですよね。しかしこんな部屋もこれはこれでおしゃれに見えてきますね。皆さん、トイレをした後はしっかり手を洗いましょう。どうしたらこんな間違い起こるんだよ。これズボンの前の部分がびっしょびしょになるよ。手洗いは水だけではなく石鹸を使いましょう。いやめっちゃ邪魔。なんで鏡につけてんだよ。あるじゃん、鏡と鏡の間にちょうどいいスペースあるじゃん。ここにつけたらお互い使いやすいじゃん。ナルシストなんかが来たらどうすんだよ。石鹸避けながら鏡見ることになるから、どっかのシェフみたいな感じになっちゃうよ。雨水を一箇所に集めるやつですね。ってすごいカーブしてるけど、なんなのこれ。もう隣人への嫌がらせ。全部自分の敷地内ってことを信じたいですね。こちらいわゆる曇りガラスっていうやつですね。クリアでなくぼかさせることでプライバシーを守ってくれます。守りきれてない。なんかもう逆に恥ずかしいよ。なんで台の扉にこんなの採用したんだよ。バスや映画館についてるカップを置くやつですが、よく見るとこれ下で受け止めるのがないんですよ。普通はこういう風に作られてますよね。これサイズミスったらそのまま下に落ちてきます。もはやトラップ。熱いコーヒーとか最悪だよ。カーテンの役割というのは光を遮断しプライバシーを守ることですが、このカーテンの場合何の役目も果たせてない。何の意味があるんだよこれ。もはやただただ邪魔なだけ。ラスト、こちらのベッド、なぜか上に棚がついてます。もう超邪魔ですよね。しかも枕がこっち側にあるので、当然頭が棚の下に来るわけですが、起きるときごっつんしちゃいそうです。しかも驚くべきことに、命がけか。命をかけて睡眠とってるんか。しかもよりによって硬そうな鉢使って、地震が来たら怖すぎるよ。夫が寝た後で生命保険目当てにこっそり妻が置いてるとしか思えないよ。